はい、こんにちは。今日はですね、ロシアの情勢とウクライナ情勢についてお伝えしてまいります。反乱を起こしたロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者プリゴジン氏とみられる人物が6月29日にロシア国内で目撃されたと地元メディアが報じました。こうした中、ロシア国内におけるプリゴジン氏人気は衰えていないとみられています。プーチン大統領の地元サンクトペテルブルクでは次のような情勢が報道されております。ロシア第二の都市サンクトペテルブルク、プリゴジン氏の出身地でもあるこの町の土産物店を覗いてみると、 T シャツをはじめとしたワグネルのグッズが所狭しと並べられている。プリゴジン人気の表れか、ワグネルの T シャツの価格がここに来て値上がりしているという。ロシア軍への武装反乱をやめた後も何かと注目されているプリゴジン氏、このように報道されております。こうした中、アメリカのシンクタンク戦争研究所 ISW のアナリストらは、プーチン氏は現段階でプリゴジン氏を殉教者にすることなく直接排除することはできないと判断した公算が大きいとの見方を示しています。これはですね、ロシア国内で未だ人気のあるプリゴジン氏をプーチン政権が直接排除するなどした場合、プリゴジン氏を支持する一部のロシア軍事ブロガーやロシア国民の間でプリゴジン氏がある種神格化してしまうということがありますと、プーチン政権にとって逆効果である可能性があることを示唆していると考えられます。またプリゴジン氏はプーチン政権の実情をよく知っているとも言われております。慶応義塾大学教授広瀬氏、ワグネルはロシアの東部戦線やシリア、アフリカなどで暗躍してきました。特に今ではグローバルサウスと呼ばれる新興途上国に対する戦略においてワグネルは欠かせない存在となっています。アフリカでは非民主的な政府をサポートしたり、金ダイヤモンドなど資源採掘に関与して多大な利益を得たりしています。プリゴジン氏がワグネルで得た資金はプーチン氏やその親族にも渡っているとも言われています。この年、読売新聞元モスクワ支局長、プーチン大統領には隠し資産があると言われています。プリゴジン氏はプーチン大統領の隠し資産の管理の責任者のうちの一人と言われています。そのうちのワグネルが権益を持っているアフリカのある国に約150億ドルのプーチン大統領の資産を管理しているという情報があります。このように報道されております。これら報道が事実だとしますと、プリゴジン氏はプーチン政権そしてプーチン大統領の弱みを多く握っている可能性が考えられます。つまりプーチン大統領としても出方を間違えますと、プリゴジン氏からプーチン政権の実情をロシア国内外に暴露されかねず、そのことはロシア国内世論からのプーチン政権批判を引き起こす可能性が考えられます。プーチン大統領としてはこのままプリゴジン氏を放っておくわけにもいかない。他方でプリゴジン氏に圧力を強めたり直接排除する試みなどが失敗した場合、プリゴジン氏にプーチン政権の実情を暴露されるとロシア国内世論からの政権批判を引き起こしかねないという深刻なジレンマと直面している可能性があります。プリゴジン氏としてはいつでもプーチン政権の実情を白日のもとにさらすこともできるという無言の圧力をプーチン政権、プーチン大統領にかけることができる、またはかけている可能性が考えられます。こうした中、プーチン政権内の亀裂はさらに深まっているとの報道があります。支配最強化狙うプーチン大統領、ロシア政権内は亀裂広がる。関係者、ロシアの民間軍事会社ワグネルの反乱がプーチン大統領の権威を揺るがせてから1週間が経った。プーチン氏は手綱を引き締め直そうとしているが、政権内の亀裂が現れつつある。ショイグ国防相の反対派は同氏を排除しようと内部で呼びかけを強めていると、公になっていない情報だとして匿名を要請した関係者が述べた。また政府や実業界のエリートの間でプーチン氏の支配力に対する疑いが増していると関係者は語った。ロシア大統領府と緊密な関係を持つ政治コンサルタントのセルゲイ・マルコフ氏は、大規模な調査が始まったとし、プリゴジン氏やワグネルと関係のあった全ての軍幹部当局者は聴取されるだろうと語った。一方でショイグ氏の側近らに対する広範な調査も進んでいると事情に詳しい関係者は述べた。この主張は公に裏付けられてはいない。関係者の一人は、ワグネル反乱でショイグ氏らプーチン氏の忠実な部下の権威が失墜し、権力の空白が生じていると表現した。このように報道されております。こうした中、プリゴジン氏の反乱の影響はロシア軍の体力を徐々に奪っていくとの指摘があります。プリゴジン反乱でロシア軍の戦闘力はどこまで低下する。兵力的な悪影響だけでない問題の深刻さ、兵員と装備の供給が減少するという物理的な側面は、今回の反乱がもたらしたロシア軍の戦闘力低下という問題の一端でしかない。
プリゴジンの反乱はロシア全土に波紋を広げ続けている。イラク、アフガニスタンに従軍し、アメリカ統合参謀本部の戦略官も務めたミック・ダイアン元オーストラリア陸軍少将はツイッターでこう指摘する。プリゴジンの反乱はロシアの国家機関の脆弱さを浮き彫りにした。プリゴジンの反乱でロシア国防省や軍、情報機関、内務省、治安組織の国粋主義者、白引きで作るプーチン大統領の権力基盤に大きな亀裂が入った。プーチン氏は来年3月の大統領選で勝利して事実上の終身大統領への道筋を確実にすることを目指しているが、プーチン大統領がいつまで続くか誰にもわからなくなった。反乱を黙認した疑いがあるスロビキン副司令官はロシア当局に拘束されたとされる。多くの軍や治安組織がプリゴジン氏の正義の進軍を止めなかったことはロシアが脆弱な国家となり、プーチン大統領の統治に深い不満を抱いていることを浮き彫りにしている。ライアン氏はプリゴジンの反乱はロシア軍の戦闘力に重要な影響を与える可能性があると分析する。戦闘力は軍事組織の知的、物理的、道徳的な側面からなる。戦闘で使用される大量の兵員と装備を供給する物理的側面では、プリゴジンの反乱は東部ドンバスにおけるロシア軍の精鋭部隊を減じることになる。ワグネルが人海戦術を取り、精鋭部隊を狡猾に使っていなければ、ロシア軍がバフムトを掌握できていなかっただろう。プーチン氏がワグネルのような非合法な民間軍事会社を重宝したのは、いくら死傷者を出しても公式に記録されず、世論の厭戦ムードや政権批判を押し上げることは決してないからだ。さらに、プリゴジン氏は6月23日の反乱放棄声明で、ウクライナと北大西洋条約機構、NATO がロシアを攻撃しようとしているという特別軍事作戦の大義は全て嘘と否定し、最後の一線を越えた。戦争では大義が重要だ。兵士たちが命を賭するインスピレーションになる。戦争の根拠を損なうことはロシアの戦闘力を知的な面でも腐食させる、とライアン氏は言う。戦闘力の道徳的側面についてライアン氏は、団結心、軍事組織の価値観や倫理的スタンス、組織のさまざまなレベルがどのように相互的に作用し信頼し合っているか、そしてそこには一般的な指揮も含まれる。ロシア軍では上級指揮官の間で指揮系統の中で誰を信頼できるのかという不安が続くだろうと予測する。ウクライナ戦争の総司令官だったスロビキン氏はプリゴジン氏の計画を事前に知っていたとされる。このことはロシアのシステムを腐食させる。信頼の欠如はクレムリンにまで浸透するだろう。軍や治安部隊のメンバーだけでなく、一般市民から見ても現場の指揮官や兵士の士気を低下させる。ライアン氏、戦場での結果にはまだ現れていないが、現在のウクライナの猛攻撃の下でロシア軍がさらされている圧力を増大させるだろう。プリゴジンの反乱は時間をかけてゆっくりとロシア軍の戦闘力を蝕んでいく。地球上の誰よりもロシア軍を熟知しているウクライナ軍はこれを必ず利用する、とライアン氏は断言する。このように報道されております。そしてロシア軍の混乱、戦力低下はすでにウクライナの戦線で表面化し始めているように見えます。ウクライナ軍ほぼ全戦線で主導権を握ったか。アメリカシンクタンク分析。アメリカシンクタンク戦争研究所ISW は6月29日、ロシア軍の侵攻を受けるウクライナ軍がほぼ全戦線で主導権を握ったとの見方を示した。ウクライナ軍参謀本部は6月29日、激戦地となったウクライナ東部バフムト方面で戦略的主導権を握ったと発表したほか、ウクライナ軍のザルジニー総司令官やマリャル国防次官も同様の発言をしていた。ウクライナ軍は同日、ウクライナ中南部ザポリージャ州西部など2地域でも前進したという。このように報道されております。ウクライナ軍参謀本部報道官は6月30日、ウクライナ中南部ザポリージャ州メリトポリ、ベルジャンシク両方面と東部ドネツク州バフムトの側面で攻撃を続け、ロシア軍に圧力をかけていると SNS で伝えております。ザポリージャ州内の数カ所では部分的な成功を得て防衛線を確実にしていると報告されております。ウクライナのマリャル国防次官は6月29日、ウクライナ東部、南部の3方面で作戦を継続し、成功を収めていると述べております。南部、ザポリージャ州、ベルジャンシク方面に向けて 1.3 キロ前進したと通信アプリに投稿しております。さらに、マリャル国防次官は、ウクライナ軍がクリシチューカ、バフムトの南西7キロメートルの方向に1200メートル、クリディミフカ、バフムトの南西13キロの方向に1500メートル前進したと報告しました。また、ウクライナ軍はロシア軍をバフムト西郊外の陣地から追い出し、ビルヒウカ付近、バフムトの北4キロで戦闘が続いているとも報告しております。
ウクライナ軍はバフムト地域においてロシア軍を南西、西、北から包囲するように迫っていると見られてきましたが、その作戦がさらに前進している可能性があります。こうした中、ロシア軍は今後さらに追い込まれる可能性が考えられます。アメリカ、長距離ミサイル供与の承認検討。ウクライナ支援でアメリカはウクライナへの長距離ミサイルシステム供与をめぐり承認を検討している。米欧の当局者が明らかにした。焦点となっている陸軍戦術ミサイルシステムエイタクムスは射程が約 300km で、ウクライナ軍は前線のはるか後方にあるロシア側の標的を攻撃することができる。複数の当局者によると、エイタクムス供与については最高レベルでの承認待ちとなっている。週末に起きたロシアの民間軍事会社ワグネルの創設者による反乱未遂でロシア国内が揺れる中、米欧の当局者はより高度な兵器をウクライナに提供する段階に入っているとの見方を示した。ウクライナの国防当局者はウォールストリートジャーナルに、ウクライナ政府は最近になってアメリカから前向きなサインを受け取ったと語った。アメリカと欧州の同盟国の発表によれば、ウクライナ当局者はロシアが占拠し、イラン製ドローン、無人機の発射拠点に使っているクリミアを攻撃するためにも長距離ミサイルが必要だと主張している。このように報道されております。ワグネルの創設者による反乱未遂でロシア国内が揺れる中、米欧の当局者はより高度な兵器をウクライナに提供する段階に入っているとの見方を示したと報道されていることは非常に重要です。バイデン政権としましては、ウクライナへエイタクムスを供与すれば西側とロシアの対立が激化しかねないとの懸念があり、今まで供与を認めてこなかった経緯がありました。エイタクムス供与によりプーチン政権が核をめぐる緊張を高めるかもしれないとの懸念も背景にあったと見られています。そのバイデン政権がエイタクムス供与に踏み切る可能性が高まったと報道されていることは、これはですね、バイデン政権としてプーチン政権が今後レームダック化する可能性を考慮している可能性が考えられます。プーチン政権、プーチン大統領としてもいざ核というカードを使用するとなりますと、プーチン大統領の基盤と求心力が確実な状態でロシア軍部を確実に掌握した状態でなければできないということもあると思います。そのプーチン政権がプリゴジンの反乱で内部亀裂が深まる中、ある種求心力が低下し、下した命令に対する面従腹背が起きる。自分の命令した通りにロシア軍部を完全に掌握できず、政権のレームダック化ということが進んでいきますと、プーチン大統領は核というカードを事実上失う情勢、または失っている情勢と直面している可能性が考えられます。こうした背景からバイデン政権がエイタクムス供与に踏み切る可能性が高まっていると考えられます。エイタクムス射程約 300km がウクライナへ供与されれば、すでに供与されているストームシャドウ射程 250km 超と合わせて使用することで、ロシア軍の後方拠点に甚大かつ壊滅的な打撃を加えることが可能になるとみられます。特にクリミア半島のロシア軍降下地目標、ロシア黒海艦隊の拠点などに直接打撃を加えることが可能になってくると考えられます。プリゴジンの反乱でプーチン政権やロシア国防省、ロシア軍が混乱に直面する中、アメリカバイデン政権がエイタクムスをウクライナに供与しますと、ロシア軍はさらに不利な状況に追い込まれ、そうしたことでエイタクムスの供与というのはウクライナ情勢の趨勢を決定づける一手となる可能性があります。またアメリカはさらにウクライナ支援を強化する見通しとの報道があります。アメリカ、ウクライナ支援で砲弾を大幅増産。アメリカが主要な砲弾の生産を大幅に増やしている。ロシアと戦うウクライナ軍を苦境に追い込みかねない世界的な弾薬不足に対処する狙いだ。ダグ・ブッシュアメリカ陸軍次官補、調達、兵站、技術担当が明らかにした。ブッシュ氏は2年に一度開催される航空防衛産業のイベントであるパリ航空ショーでインタビューに応じた。同氏によると、アメリカは現在155ミリ榴弾砲用の砲弾を月間約2万4000発生産している。ロシアによるウクライナ侵攻前の月間約1万4000発から増やしており、2025会計年度の前半までに生産を月間7万発から8万発まで引き上げることを目指すという。同氏は数を大幅に増やすため非常に急ピッチで進めていると説明。アメリカはウクライナに供給するため弾薬備蓄の一部を取り崩している。同氏によると、これらの備蓄は多くの人が考える以上に堅固で、短期間で戦争前の水準に戻すことが可能、そこを突くことはないと述べた。このように報道されております。こうした中、プーチン政権は大きな苦境と直面しているように見えます。イギリス国防省は6月29日、ロシアで武装反乱を起こした民間軍事会社ワグネルの部隊が
空中での司令部機能や無線中継を担うロシア軍機イリューシン 22M を6月24日に撃墜していた可能性を指摘しました。同機はウクライナ攻撃の指揮で重要な役割を果たしており、空と陸の作戦に悪影響を及ぼすとの分析が示されております。さらにアメリカ CNN は6月29日高速情報があるスロビキン航空宇宙軍総司令官ら少なくとも30人の高官がワグネルの秘密の VIP メンバーだと報じました。アメリカブルームバーグはスロビキン氏が軍の捜査部門に数日事情聴取されたと伝えました。アメリカシンクタンクの戦争研究所 ISW はロシア軍の指揮系統に影響が広がっていると分析。こうしたことからロシア軍内部の分裂状態は顕在化し表面化しているように見えます。ワグネルをめぐってはプーチン政権が国費の支給を打ち切るなど解体の方針で大型兵器の引き渡しも迫っていると報道されております。つまりプーチン政権はロシア空軍にとって重要な司令機が撃墜され、政権内部とロシア軍内部の分裂状態や亀裂が深まり、かつワグネル部隊も解体状態という3つの情勢に同時に直面している可能性があります。こうした情勢の中、次のような報道があります。誰がロシアを救い、プリゴジンの進軍を止めたのか。プーチンの戦争、チェチェンからウクライナまでの著書があるシンクタンク、イギリス王立防衛安全保障研究所RUSI のマーク・ガレオッティ上級アソシエート研究員はツイートで、なぜ土曜日6月24日の出来事がロシアを弱体化させず強靭化させたのかというロシア紙の記事はクレムリンの新しいプロパガンダ路線をよく表していると解説している。コムソモリスカヤ・プラウダ氏は、誰が本当にロシアを救いプリゴジンの進軍を止めたのかと題して、プーチン大統領は政敵に対しても傲慢なオリガルヒ、新興財閥に対しても平和的に問題を解決しようとし、相手の心に訴えかけることを好む。あらゆる方法を使い果たした時に初めてプーチン大統領は厳しい決断を下すと優柔不断に見えたプーチン大統領を擁護している。全ては最適なシナリオに従って行われたのだ。ロシアは威信を強化し、対外的にも対内的にもどんな危機にも対処できることを示した。ロシアは新たなテストに合格した。プーチン大統領は決して表だった華々しい解決策を選ばず、常に効果的な解決策を取る。我が国がまさに必要としている指導者を得たという確信はますます強くなった。同志、白を黒と言いくるめるプーチン来賛のプロパガンダは、ロシアロストフ州で市民がプリゴジン氏に拍手喝采を送り、正義の進軍を阻止するのを拒否する軍や治安組織の背信に目をつぶる。ベラルーシへの波及を恐れたルカシェンコ氏の介入がなければ流血の大惨事は避けられなかった。プーチン氏にとってこれは屈辱ではなく勝利なのだ。ガレオッテ氏、もはや終末期というほかない。このように指摘報道されております。プーチン政権の大義も正義もないウクライナ侵略は袋小路に直面しているように見えます。こうした中、西側諸国は今こそさらに一致団結し毅然とした姿勢を示し、ウクライナを支援し続ける、このことが非常に重要であります。1分1秒でも早くウクライナに平和を取り戻す、このことが最重要であります。そして国際社会の平和と秩序を守り抜く、ウクライナの平和を守り抜く、このことが最重要であります。ありがとうございました。この YouTube のチャンネル、ネット大衆紙ブルーカラーへのチャンネル登録よろしくお願い申し上げます。また YouTube にはサブチャンネルブルーカラーラジオもございますので、そちらも Twitter と合わせてご登録の方よろしくお願い申し上げます。ネット大衆紙ブルーカラーをご覧いただき誠にありがとうございます。皆様のおかげをもちまして、このチャンネルもチャンネル登録者数22万人を超えました。誠にありがとうございます。今後ともよろしくお願い申し上げます。よろしければ関連動画などもご覧いただければ幸いです。最後までご視聴いただきありがとうございました。